衛星フレアとは人工衛星のアンテナや太陽電池パネルなどのある程度以上の面積のある平面部分が太陽の光を地球表面の特定方向に向けて反射するために起こる地表の狭い地帯から数秒ほどごく明るい光が見える現象である。イリジウム衛星のそれが顕著である。イリジウム衛星の実物、大模型イリジウムコミュニケーションズの衛星電話システムに使用される 通信衛星はメインバスから120度ずつ離れ40度の角度を持った位置によく磨かれた3つのドア台のアンテナを備える得意な形状をしていた。前面のアンテナは衛星の進む方向を向いている。また 780km と低軌道を飛行している。時々このアンテナが地球の方向に直接太陽光線を反射することがあり、約 10km 未満の動く。 光のスポットを見せることがある。観測者からは、この現象は、数秒間にわたり空に非常に明るいフレアが出たように見える。明るいものではマイナス8等級にもなり、昼でも見えるものもある。この発光現象は、イリジウムフレアなどと呼ばれ、しばしば観測を邪魔したり、精密な機器に損傷を与えるため、天文学者にとっては、悩みの種である。衛星の世代交代により、 イリジウムフレアは見られなくなった。人工衛星は本来6等級やそれ以下の明るさで観測できる。ありがとうございます。